よいしょ。We got the river, we got the smoke, we got the yakitori. It's so good. I just got off the train here in Akiruno City. It is basically like an hour away from middle Tokyo. Got on Shinjuku. Gonna be hiking for the next maybe 20 minutes until I get to this campsite and meet up with my friend Akio. Wow, so majestic. I'm halfway up. Beautiful greenery everywhere. Okay, let these cars pass. All right, so we got these gnomes. Here I am. I gotta go find my friend. Akio-kun! Hey! Kimashita! Kimashita! Things are falling from the sky. It's like tree urchins. Yosh!使ったことある？いや、初めて。気になってた鳥です。よし。と、これが金相鳥。金相鳥。どういう鳥？千葉の。千葉。シルベでもこのバラ使ってる。バラシで。ありますよ。とちみちゃん来たんで。とちみちゃん。ナイスタイミング。やったー。すいません、出遅れて。何飲みますか？ハイボール。レモンサワー。あ、レモンサワー。あ、これ美味しいやつじゃん。うん、いいよ。もらいます。ビール。ビールだね。焼き鳥と自然を楽しんじゃってください。では今日はよろしくお願いします。隣の野原村の刺身、黒薩摩鳥。黒薩摩鳥。その間ぐらい。この子は誰？あ、そうなんですね。これ金相鳥っていう。じゃあもね、うん、まあ僕もこれ初めて使うんですけど、もうまあ一番最初に印象に残るのが胸肉がこうちっちゃいってやつね。やっぱりシャモだからこう足がすごい。こう硬い筋肉が硬いっていうファイティングバードだから、うん、切っていって骨とかこういう風に、ストリエスはここですよね。足の部分、ももの部分なんですけど、ちょうどここに入ってるんで、動いててもここだけちょっとリラックスしてるから柔らかいっていう。そういうことなんですか。サボってる筋肉なんで柔らかいっていうので。そういうことなんだ。内ももはまあ、赤身のここですよね、はい、これが、はい、シースそのまま巻いてたら普通に引っ張って取れるっていうやつですね。なるほど。一応まあ笹の葉の形でささみっていうこと。こういう感じでふわって出るんですよ。でこれ皮がすごい強いんですよ。普通だったらすぐちぎれるのが、これはちょっと多分シャモファイティングバードなんで結構何でも硬いんですよね。はい。うん。いや、すげえ。俺初めて見た。あの鳥さばくの。ねえ。だってセセリアってこれしか取れないってことは、1、2、3、4、うん。まあこれで1本いけるかなみたいな。ね、うん。伸びたのは何もです。あ。行きます。はい。砂肝。佐賀の三つ瀬鳥でーす。どうですか、美味しい。コリコリ美味しい。でかい。ビールいけるやつ。うん。うん、いいね。川の音と、焼き鳥の音と。サウナ入って、川にダイブして。全部だけ。煙と焼き鳥と、煙とイベント。これ広めたい、俺は。本当にありがとうございます。美味しそう。イエーイ。親鳥。親鳥。親の親の親鳥。そう、硬いけど旨味たっぷり。塩で。塩です。これ絶対ネギの香りがめっちゃいい。いや今日明夫くんの焼き鳥初めてなるよね。だってどうですか。明夫くんこれまた違うね。
胸肉が全然違うね、大きいやつ。そう、金鯖鶏。そうです、そうです。もう全然違います。見ただけでも、さっき比べてね、さっきの胸肉すごい細かったんですよ。ローストチキンとかでうまくいけるようなタイプですよね、胸が。ボリュームのある鶏みたいな。これ、こっちはアスリートって感じで。柔らかい、まず今こう切ってて。いいもん食べてる感じが。焼き鳥にはできないけど、梨が食べられるんか。焼き鳥とか使わない、スープとかで使ったりとかで、うん、あ、これもさっきこの薄かったんですよ。でもこれは一応分厚いですね。油が乗ったペタペタペタです。はい、ペタ。そこがペタなんだ。この鳥が一番僕のアメリカで慣れてる鳥に近い。はい、血がちょっとやばか、あの難しかった。うん、ちょっと慣れてない、あの骨の位置とかが違ってたんですよね。違うんですよ、やっぱり。山地さんとこの。あっちいいな。頭味噌ね。あっちあっちあっち。俺は酒好きなんだ。焼き豚が専門。日本で一番焼き豚が上手な女性。わー、言うよね。言うよね。Number one, pork. Number one. これは何て言うんですか。頭。じゃあ、頭。おうまい、うまいうまいうまい。山地、山地、山地。いや、だから今日帽子かぶんなかったんだけど。このね、店で使ってるこっち、すごい僕慣れてる形なんだよね。あ、本当。うん、アメリカの鳥に似てるから。シャンはちょっと難しかった。綺麗ね。どこが一番好きな部位なんですかね。セセリ。じゃあちょっと、もうちょっと綺麗にセセリを頑張ります。スタイル的にはこう、おしゃれスタイルですか、それともっとワイルドスタイルの焼き鳥屋さん。はい、だから1人7、8000円ぐらい。うん、道しるべってあれはどうやって説明したいんですか、あのスタイルは。ローカルじゃないな、なんだろうな、なんかね、全然あれローカルじゃないんですよね。なんだ、カルチャー。うん、あのじゃあカルチャーですよね。今のお酒です。はい、鴨鶴で結構有名なお酒で、ね、そうそうそう、これはどの酒ですかね。これは鷲田市です。ここの近所です。ここの近所の、あ、はい、Two birds。 ネギだけでも美味しい出汁できるから。はい、鶏がまず、しかも炭で、土鍋でって、これが緊張炭土鍋。地鶏、鶏ガラスープで、ご飯。お、皮皮皮皮。わあ、これいいのぶつけたわ。僕のオリジナル、オリジナルアキオソース。オリジナルバーベキューソース。アキオソース、オリジナルバーベキューソース、アキオソース。えい、皮皮スペシャルアキオタレ。アキオタレ、いいよ。僕のタレとも全然違うし、それが面白い。サーロインステーキ、でかいマシュマロだ。整いますよ、めちゃめちゃ整うから。柔らかいところ全部入ったコンビネーション。うまっ、最高。美味しかった？めっちゃうまい、めっちゃうまい。コラボだね。一応コラボ、コラボ。アキヨウ、アキヨウ、すごい。え、焼きそばやってんの、道しるべで。やってないよ。オリジナルスタイル。そう、美容師さんが醤油ダレくれたから。あれ、アキヨウダレじゃないの？ブラックラーメンのタレ。わお、熱い熱い熱いかも。ラーメンのタレです。やばい、すご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 い。いいね、やっぱ焼きそばっていいよな。お生姜、生姜が入った豚バラ。で、ちょっと各自お皿を。やった、めっちゃうまいっすよ、やばい、ね、いや食べる人ってか、一人一本やる。これさ、毎週やっても絶対たくさん来るっしょ、これ。これで商売できる。できるよ。お父さん、具も、お父さん、具も。これ、やばいな。最高、最高。
紅生姜の香りや、これ。はい、これやばいじゃない。はい。ふぅうわぁ。焼きそばって合ってるね。合ってる合ってる。焼きそばでも美味しい。吹雪やって、もう上からもう。Surf and turf! めっちゃ美味しい。Good? Yeah! 土鍋はいつ？土鍋はもうちょい。せーの。よいしょ。うわぁ。体の。よいしょ。はい、よいしょ。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 いくよ。だって備長炭で焼いたネギだよ。しかもさ、あの鶏の汁でも贅沢。やばいやばい。これも入れようよ、これも。これも。いややってるよね、店こういうのやってるよね。はいはいはい。そして開けると。せーの。わあ。いや。シャケ多い。これやばいわ。うん。おいしい。ごめんなさい。じゃあまた次回。ありがとうございました。あきよくん、はい。誰誰誰。おお。鳥の炎。鳥の炎。イエーイ最高です。うん。いつもの頭。うん。なんかいつも昼に来て朝方なんかまだやってたとか言って。に比べたら。6時ぐらいに。食べるビーフタン。うんうんうん。ソフトだね。柔らかいね。え、何焼いてるんですか。なんかすごいいい匂いがするんですか。うわー。What is ブリカマ？いや。何？あれ。イングリッシュイングリッシュちょっと説明してよ。ブリーズフェイスハーフハーフハーフすぐかイージー吹き入ったら会社で、はい、イタリアから来たやつイエーイ